ホコタ陸軍飛行学校は日本陸軍の軍学校の一つ。主として軽爆撃機あるいは襲撃機による攻撃に関する教育と研究等を行った。1940年12月、静岡県の浜松陸軍飛行学校内に開設され、1941年1月、茨城県に移転した。学校本部及び本校は茨城県鹿島郡に置かれ、 福島県相馬郡に原の町分教所があった。1944年6月、保田陸軍飛行学校は改編され保田共同飛行士団となり、さらに1945年7月、保田共同飛行士団は共同飛行士団第3共同飛行隊と第26飛行団司令部に分離改編された。同年8月、 太平洋戦争終戦により共同飛行士団第3共同飛行隊と第26飛行団司令部は共に解体された。ここでは保古田共同飛行士団等についても述べる。陸軍における航空爆撃の教育と研究は古くは埼玉県所沢町の陸軍航空学校で行われ、1925年に初の爆撃専人部隊として 飛行第7連隊が設立されると、同連隊内に練習部を設置し、静岡県浜名郡で行われるようになった。1933年8月、同じ浜名郡に浜松陸軍飛行学校が開校してからは、同校が爆撃に関する教育と研究を行ってきた。この間、重爆撃機と軽爆撃機の機材、用法の違いがあっても、 練習部や学校は一つのみであった。1940年7月、ホコタ陸軍飛行学校令が制定され、同年12月に施行された。これにより設立されたのが、ホコタ陸軍飛行学校である。学校令の第一条で、ホコタ陸軍飛行学校は、学生に軽爆撃飛行隊に必要、なる学術を習得せしむるとともにかつ軽爆撃飛行隊に必要、 なる兵器の調査、研究及び試験を、行府所と定められた。以後、陸軍の航空爆撃教育と研究は銃爆撃機によるものが、浜松陸軍飛行学校、軽爆撃機によるものが、保田陸軍飛行学校と、それぞれ分担して行われるようになった。保田陸軍飛行学校の編成は、陸軍航空総監に隷属する校長のもと、幹事、本部、教育部、 研究部、材料省、及び学生であった。保田陸国飛行学校は当初、浜松陸国飛行学校内に開設され、1941年1月、茨城県鹿島郡新宮村に移転した。主として、太平洋戦争以前に使用された98式系、爆撃機保田陸国飛行学校令により、同校の非教育者は次の通り定められた。 学生の居住は公衆、公州、おつしとも郊外と定められていた。保田陸軍飛行学校の設立に先立つ1940年9月、陸軍はそれまでの、不評化方兵化航空兵化といった、兵家区分を、憲兵を除き単一の、兵科として、新たに兵種を区分としていた。これに対応して、翌1941年6月、 ここた陸軍飛行学校令が改正された。同令改正では、学生の航空陛下という条件が航空関係の陛下に修正された。さらに従来まで、医官のみであった、おつし学生を医官を呼び、見習い士官に改め、修学期間約4ヶ月を約6ヶ月に延長し校内に居住させ教育の充実を図った。講師学生の修学期間と、 郊外居住には変更がなかった。太平洋戦争の全機関を通じて使用された99式総発刑爆撃機1941年12月、日本と米英など連合国との間で太平洋戦争が開戦した。従来のシナ事変やノモンハン事件における地上での戦闘に加えて陸軍の航空爆撃も洋上における。 感染攻撃に関する研究の重要性が1942年頃より一部で注目されたが、陸軍中央の反応は鈍かった。同じ頃、それまで、熊谷、明野等の陸軍飛行学校が、文教所を置いていた福島県相馬郡大田村の、原の町陸軍飛行場は、保古田陸軍飛行学校が使用することとなり、同校の文教書が置かれた。 1943年3月にパプアニューギニアのダンピール海峡で米軍が日本の輸送船団攻撃に飛べ被爆撃で大きな効果を上げると翌年よりホコタ陸軍飛行学校は新しい艦船攻撃の方法として飛べ被爆撃の研究を行った太平洋戦争の戦況が悪化した1944年3月参謀本部では 連合軍機の本土襲来に備えて、教官、助教など、連度の高い要因を多く有する飛行学校と、陸軍航空審査部を随時防空戦闘態勢に移行させる、東2号作戦が起案された。陸軍の学校、漢がの、初めての戦力家であり、指揮公用作でもあった。これに基づき臨時に、防空任務に就く、諸部隊の総称が、東2号部隊であり、 参謀総長により配置が指示された。保田陸軍飛行学校は、同校が保有する数機の戦闘機を用いて、第10飛行士団指揮下の東2号部隊として、保田飛行隊を編成した。さらに、同年6月、陸軍中央は、飛行学校5校と1分校、及び航空整備学校1校を完全に軍隊化し、航空総関連下で教育と、 作戦行動を常時並行して行わせることとした。下志図共同飛行士団当臨時編成要領により、保古田陸軍飛行学校は閉鎖され、保古田共同飛行士団に改編された。保古田共同飛行士団の編成は、士団司令部、2個共同飛行隊、1個共同整備隊、通信隊、教育隊と学生であり、保古田、原の町の 各陸軍飛行場に分散展開した。同年8月には、航空総監部の兼任による、共同航空軍司令部が編成され、各共同飛行士団を指揮した。保コタ共同飛行士団の飛行育者は、編成表により、大尉を対象とする、公主学生、遺憾対象の乙手学生、同じく射撃学生と、巡視官及び歌手官からなる土の都手学生とされた。 己主学生とはそれまで陸軍航空士官学校で教育が行われていた小位候補者を1944年5月陸軍航空関係小位候補者教育令により各部隊での教育に改めた学生である。1944年7月、米軍が太平洋のサイパン島を占領すると道島を含むマリアナ諸島を拠点とした。 B-29 爆撃機による日本本土攻撃が予測された。大本英陸軍部はその事前制圧を起とし、参謀総長の指示によりホコ田共同飛行士団に司令部偵察機一個中隊が編成された。同年10月、前述の特別任務中隊は第3独立飛行隊として正式の軍隊編成に改められ、 翌11月より洋島を経由したマリアナ方面の米軍飛行場攻撃作戦に参加した。マリアナ方面攻撃と前後する1944年初期より陸軍中央では飛行機が艦船に体当たりを行う特別攻撃の検討を開始していた。同年7月、共同航空軍司令部はホコ田共同飛行士団に対し99式総発計爆撃機による 特別攻撃隊の編成を内示した。1944年10月21日、ホコタ共同飛行士団において、岩本マス新隊以下16名による特別隊が編成された。同隊はフィリピンに移動し、同月29日、ルソン島バタンガス州パで1万枝隊と命名された。この1万枝隊及び同時期に、 浜松共同飛行士団から編成された、不岳隊が、陸軍で最初に編成された、特別攻撃隊である。99式襲撃機は、特別攻撃隊にも用いられた同年11月、フィリピンの戦いで特別攻撃隊による、体当たり攻撃が行われるようになると、発行特別攻撃隊、全12隊からは99式襲撃機を使用する。 第5隊、二式複座戦闘機を使用する第8隊、同じく第11体が、ホコ田共同飛行士団の人員により編成された。各隊の隊長は、士官候補生、第56期の出身で、陸軍航空士官学校、または、陸軍士官学校を卒業し、前年のホコ田陸軍飛行学校におけるおつし、学生教育終了後、そのまま教官となった若い中尉たちである。 隊員は、同じホコ田共同飛行士団のおつ学生を秋に、卒業したばかりの士官候補生、第57期出身者や特別操縦見習い士官と、少年飛行兵出身の伍長などの混成であった。同年12月、航空総監部の兼任であった、共同航空軍司令部は、編成を解かれ、第6航空軍司令部が編成された。 1945年1月、新部特別攻撃隊30隊、同年3月にはさらに69隊の編成が発令され、そのうちホコ田共同飛行士団より計5隊が抽出されている。同年4月、本土決戦に備え航空諸軍を統率する天皇直令の航空総軍司令部が編成され、航空総幹部は閉鎖された。これに伴いホコタ共同飛行士団は、 航空総軍司令官の霊下に入った。同年4月18日、下志津陸軍飛行学校領下4軍令廃止の件の施行により、ほこ田陸軍飛行学校令が廃止となり、閉鎖中であった同校は、正式に廃止された。1945年7月10日、軍令陸校第103号が加齢され、それまで航空要員の教育と作戦行動を兼務していた明けの、 浜松、保古田ほか各共同飛行士団は、教育部隊と作戦部隊に分離改編された。教育専人となったのは、従来6個編成であった各地の共同飛行士団を、統合し地名を干渉しない共同飛行士団1個で、ある。その編成は、司令部と6個共同飛行隊からなり、保古田共同飛行士団の主力は、教育専人として、 共同飛行士団の第3共同飛行隊に改編された。同時に、作戦選任としては、第1航空軍令下となる第26飛行団司令部が、それまでのホコタ共同飛行士団の一部より編成され、ホコタ陸軍飛行場にそのまま司令部を置いた。同年8月午前会議で、ポツダム宣言の受諾が最終決定され、8月15日正午より、 太平洋戦争終戦に関する玉音放送が行われた。陸軍のすべての部隊は一切の武力行使を停止され、第三共同飛行隊は同月中に復員した。共同飛行士団編成により、それまでの校長は共同飛行士団長となった。ただし通常の飛行士団長の階級が中将であり、天皇より直接認じられる親捕食であるのに対し、 共同飛行士団長は、親捕食ではなかった。明の共同飛行士団、日立共同飛行士団、保古田共同飛行士団、浜松共同飛行士団、下地共同飛行士団、宇都宮共同飛行士団は合併し、単一の共同飛行士団となり、保古田には、第三共同飛行隊が置かれた。師団長、第三共同飛行隊隊長、ありがとうございます。